今回は対数について学習していきましょう。まず乗用対数とは10を定とする対数ログ10の n です。正の定数 n は a×10 の n 乗で表され、ログ10の n イコール n 足すログ10の a となります。n の整数部分が k 桁であるとき、10の k-1 乗小なりイコール n 小なり10の k 乗となり、k-1 小なりイコールログ10の n 小なり k となります。それでは例題に行きましょう。ログ10の2イコール 0.3010 ログ10の3イコール 0.4771 とするとき、6の50乗は何桁の整数か考えていきましょう。まず10を定とする対数を取ると、ログ10の6の50乗になります。式を変形し、50× ログ10の6とします。6は 2×3 なので、50× ログ10の2足すログ10の3と変形ができます。ログ10の2、ログ10の3の値を代入し、値を求めると 38.905 となります。38小なりイコールログ10の6の50乗小なり39となるので、6の50乗は39桁の整数とわかります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。まず10を定とする対数を取り、ログ10の15の10乗とします。式を変形していくと、15は 3×10÷2 であるため、10× ログ10の3足す1引くログ10の2閉じるとなります。値を代入すると 11.761 となります。よって11小なりイコールログ10の15の10乗小なり12であり、10の11乗小なりイコール15の10乗小なり10の12乗となります。したがって15の10乗は12桁の整数とわかります。正解できましたか？これで今回の学習を終わります。